カラピクイバは、ブラジルのサンパウロ州にある都市。州内で最も小さく、かつ、人口の密集した地域である。人口は373,358人、面積は35平方キロ、人口密度は1万677.4人、平方キロ。白人が到来する以前、この地方には、先住民族が定住していたが、ジョゼでアンシエタが村落を建設し、 彼らを集中させた。アフォンソ・サルディーニャは先住民を労働力として利用するため、この地に農園を作った。彼はまた、礼拝堂も建立した。こうしたヨーロッパ人の占領に先住民はいち早く反応し、密林に逃げ込んだ。17世紀までに、この地域はサンタナ・ド・パルナイ・バ市の一部にされた。17世紀と18世紀を通じて、村にこれといった変化はなかった。 しかし、千七百七十年から郊外に演武やコジアといった村々が続々と建設された。千八百七十年にソロカバナ鉄道の駅が開業すると、さらに多くの人々が町に住み始めた。二十世紀前半は、気候と地質を生かした農業が、村の経済の主軸を占めた。サンパウロへの代替交通手段として、バルエリからカラピクイバ、オザスコ、ピニエイロスに至る、 バス路線ができた。1948年にコチアがサンパウロから分立するとその一地区となったが翌年にはバルエリに編入された。1952年には黄色い教会として知られるノッサセリオーラ・アパレシーダ教区教会が建立され市の人口も増加の一途をたどった。この時代はミナスジェライス州で鉱物資源探しが急速に振るわなくなり大勢の人々が サンパウロ州に流入していた。1960年代初頭、カラピクイバの自治を求める運動が、バルエリのカルロス・カプリオッティ市長の肝入りで始まり、1965年3月に、施政施行された。サンパウロ大学言語学、東洋言語研究科学課長のカルロス・ドルモンド、教授は、カラピクイバの地名について、カラは魚、ピクは長い。 イバは食べるのに不向きなという意味であるとしている。ティエテ川の大平原がバルエリとの死境になっている。1960年代、サンパウロ州は川の流路を変更する一連の事業を始めた。元の流路は現在、カラピクイバコという人工湖になっており、サンパウロ市の中央部、西部、南部から8000リットルの汚水がこの湖を通ってバルエリに流れる。 カラピクイバの標高は717メートル、気候は、外して温暖湿潤気候である。2005年の市の GDP は19億1528万5000レアル、市民一人当たりで5004レアルであった。サンパウロ都市圏鉄道会社の8号線が市内に2駅、オザスコの市境近くにもう一駅を置いて通っている。バスではエットカラピクイバと、 ビアサンデルレーが市内線と複数の市を通過する路線をビアサン・オザスコが福祉路線のみを運行している。市内を横断する高速道路はないが、オザスコ市境をなすマリオコバス環状道路が市外と他の高速道及びサンパウロ市との連絡を果たしている。こちら市南部を通るラポゾ、タバレス道路から市外にアクセスすることもできる。ありがとうございます。